アルプスの羊飼いの娘は、フランス王国の画家クロード・ジョセフ・ベルネが描いた絵画、ドゥニ・ディドロの批評で知られる、マリー・テレーズ・ロデット・ジョ・フランの求めに応じて、クロード・ジョセフ・ベルネが描いた作品である。1763年にサロンに展示された、ジャン・フランソワ・マルモンテルの牧歌的な物語を主題としている。この物語の主人公は、自分の本当の羊を知らないまま、 羊飼いとして暮らしている高貴な家柄の娘、アデライドと羊飼いの格好をしているトリノの若い貴族でアデライドに恋をしているフォンドーズ伯爵である。ある日アデライドは草が隠し始めた石が見えますか。それは最も優しく高潔で私の愛と軽率さのせいで命を失ってしまった男性の墓ですと伯爵に打ち明ける。 ベルネが描いた場面は、アデライドが亡き自分の夫の墓を白尺に示している光景である。ドゥニディドロはこの絵について、登場人物にとっても、彼らの傍らに腰を下ろす私にとっても、アルプスは、わずかしか離れていない。それなのにどうしてアルプスは、形も、不明瞭で、細部も明確でなく、くすんだ緑色の曖昧な姿に描かれているのだろう、と批判した。ベルネは、 風景が海洋画のジャンルで名を馳せた画家であったため、そもそもジョフラン夫人の注文が不適切だったとも言える。ディドロ曰く、ある画家本来の様式による優れた絵画を手にしたいと思えば、彼に私に絵を一枚描いてほしい、そしてあなたにふさわしい主題を選んでほしいと言わなくてはならない。この作品の最大の見どころは、左端の大木である。 呪霊を感じさせる太くて屈曲した幹にうっそうとした葉を茂らせた様子が巧みに表現され、ベルネの観察力と写実的描写力が優れたものであったことを裏付けているが、背景の穏やかなアルプスとは対照的である。ディドロもこの大木については、主題の不毛さを取り繕うために、画家は作品の左側を占める大木に努力を傾注したと評価しており、 この樹木の表現こそがベルネの本領であった。ディドロの批判は、写実的風景が脳家であるベルネには、ふさわしくない、パストラルという主題に、彼が手を出してしまったことにのみ向けられたものであった。ありがとうございます。